明けましておめでとうございます。阿部ちゃん先生です。わーい。ということで本年もこれからよろしくお願いします。イエーイ。やかましいよチンピラどもが。さあ皆さん、はしゃいでるのもね、はい、もう終わりですよ。ねえ、こんな、こんな、ちょっと去年振り返ってみますと、はい、まあ、ホテル、レストランのメニューでですね、はい、あの食材の偽装問題なんかが話題でありましたね。いろいろありましたね、そんな中ね、はいはい、HKT48 の皆さんはどうだろうかなと思いまして、はい、うん、私、皆さんのプロフィールをですね、はい、ちょっと調べてまいりました。すると皆さんのプロフィールの中からですね、偽装疑惑がいくつか見つかりました。まだそんなのない。はい、新春早々 HKT48 にまさかの偽装疑惑発覚。今回は嘘つきアイドルを徹底検証する企画、 HKT48 嘘取るを探せということでございます。嘘取る、嘘取る、これもあの嘘ドルということが発覚した場合はあのプロフィールを変更していただきます、そんなことあります、はい、ということで今回はなんと植木くんがこれから卒業ということで、違いますか。いや違いますよ。あ、違いますね。アシスタントということで、ね、よろしくお願いします。お願いするっす。まずはこの人です。はい、 HKT48 一番アイドルのマリカこと谷マリカです。イエーイ。谷くんのプロフィールを見てみましょう。こちら、はい、ルンルン、お、はい、出ましたね。かわいい。こちらが谷マリカのプロフィール。果たしてこの中の偽装疑惑とは。さあ早速ね、疑惑の対象になってますよ、はい、ここ声モノマネじゃないですよ、はい、大食い、大食い、大食い、そう、食べることが何より大好きで、ね、いつも友達とかメンバーとかで行くとよくちょっと食べるねって人より皮って言われます、うん、まあでもね昨今なんかちょっと大食いブームみたいになってね、うん、それに乗っかろうとしてるんじゃないかなという気配が感じられるわけですよ。そんなことないです。さあそれを検証するためにですね、はい、今日はこの方たちに来ていただきました。福岡工業大学女子柔道部の皆さんです。こんにちは。はい、ようこそ。こんにちは。こんにちは。よろしく。嘘の人ですね。柔道部の皆さんの特徴なんか教えてください。特徴ですか、うん、特徴はよく食べることです。ほら、一番よく食べるのは誰ですか。はい、よーし。確かに、本当に絶対食べますよね。いっぱい食べます。普段どんぐらい食べるんですか。真夏の自炊生活の時はお米3合食べます。3合?1回で3合食べるってことですか。はい、はい、1回で。そう、おかずは何ですか。なんか梅干しとか梅干しで3合いけますか。じゃあ聞きます。谷くん、嘘取るですか。なるほど。それではいきましょう。森山さんと谷くんの大食い対決。イエーイ。検証の舞台となるのが学生に人気のデカ盛り店大和屋。今回の大食い対決の料理とは。食べていただくメニューはこちらでございます。お願いします。お世話をいたしました。唐揚げ丼でございます。嘘でしょ。唐揚げ丼の大盛りということでございます。丼からはみ出しそうなほどのご飯の上には山積みされた唐揚げ。これが大和屋で人気のデカ盛り料理、大盛り唐揚げ丼。それでは今回の大食い対決のルールです。制限時間は40分。大盛り唐揚げ丼の食べた量によって勝敗を決めます。また途中でギブアップした場合は失格、早食い禁止で行われます。いやいやいや、もうねこれ余裕でしょ。あの森山さんをねもう潰す勢いで食べたいと思います。もう、なるほど。よーい、スタート。いただきます。え、すごい。え、どこから食べるんですか。上からだろう。うわ、めっちゃ美味しそう。いただきます。食べたい。
ください。でかいな、一個一個。あ、熱い。うわ、めっちゃいいね。すごい、見てた。ほぼね、うん、あ、すごく美味しい。若干谷くんの方がリードしてるんじゃないですか。ここら辺で見ると谷くん、今のとこどんな感じですか。はい、まだお腹空いてない。うん、なんかまだまだいける。意外にいけます。お、さすが大食いを自負するだけはありますね。15分が経過。森山さんがここから一気にペースアップ。どんぶりの中のご飯はみるみる減っていきます。一方、谷も負けじと意地の食べっぷり。しかし、あれ、肘突き出しましたよ、ちょっと。どうしました？なかなかお口が動いてないようです。あんまね、飲み込むペースがね、遅いです。遅いね。カニも負けずにね、頑張ってたのに。忘れてた。多分いいペースで応援してるから。カニくんのためのこれ検証ですからね。最後の唐揚げに入りました。おっと、最後の唐揚げが今口に入りました。ラスト、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 ラスト。さあ最後、まさかの。そして谷くんはどうですか。ギブアップです。ギブアップ出た。いやね、でも本当は最初いけるかなって思ってたんですよ。うん、スピード良かった。最初はね、最初すごい良かったよ、ね、でもちょっと現実は厳しかった。谷くんは嘘ドルでございました。谷まりかは嘘ドルだったということで、明日特技の大食いはホームページ上のプロフィールから変更されます。続いての嘘ドルを探せはこの人。はい、福岡県出身、夏みかんこと田中夏実です。お願いします。はい、よろしく。プロフィールを見てみましょう。こちらです。でねん。はい、続いてのプロフィールは2000年生まれの13歳、田中夏実。この中の偽装疑惑とは。偽装疑惑、うん、偽装疑惑。どんな時でも平常心でいられるという。これどうなんですか、平常心なんですか、田中くんは。そうですね、あんまりテンションがガッて上がることは日頃ないなと。ないですか、うん、例えばお化け屋敷とか行って。あ、全然大丈夫。お化け屋敷平気。はい、全然。なんかもうお化けが逆にビビっちゃう。平常心でいられなかったこととかってありますか。あれちょっと今の風船は大丈夫だったんですか。いや、全然大丈夫ですよ。はい、大丈夫。それでは田中くん、うん、嘘ドルですか。嘘ドルじゃありません。ちゃんとしろよ。まだ動揺なんかしていません。動揺してるやん。早いぞ。今回の検証は、田中に平常心を保ちながら箱の中身を触って何が入っているかを当ててもらいます。果たして箱の中に入っているものとは。こちらです。こちらです。これはいやー入れちゃおう。ちょっとテーマくろっか。でしょ、テーマくろっか。だから濡れてるからでしょ。ガーッといってみましょうか。今じっとしてますよ。何ですかそれは。今当たった。なんか吹いた。吹いた水。めっちゃ何？自分が自分の方に手をぐーっとやってください。作ってみよう、意を決して。あ、もうちょっと、もうちょっと。ガッと、ガッと。
さあ、何？タコ。うん、正解。見てみる？可愛らしいタコよ。可愛いよ。いや、可愛くないでしょ。見て。平常心でしたか？平常心です。どこかや。田中くんは嘘だるー。田中の罪は嘘だるだったということで、明日特技のどんな時も平常心でいられるはホームページ上のプロフィールから変更されます。うわー